はい、イメタチャンネルです。今日はね、マスクじゃなくてマスクの紐ね、これもお店の方100均回ったんですけどね、これないんですよね。代わりになるもんないかなと思ってね、ちょっと店内を見回したらありました。これあるってことはね、まだみんな気がついてないんかなと思ってね、多分この動画見た人ね、買いに行ったらすぐなくなると思うんで、ね、だけどね、もうこの平ゴムがないんでね、こんなぶっとい平ゴムがあるんですけどね、そういうのはねちょっとあれなんで、ちょうどね5ミリ幅ぐらいのいいのありました。それもね、普通の平ゴムだったら白か黒ね、2色なんですけど、僕が買ったのはいろんな色があって、ゼブラ模様とかヒョウ柄ね。じゃあ早速見せましょうか。どうしよう、見せようか。ほらほら、あった、これピンク、青、空色、黒、ね、赤色で、あ、ゼブラ色で、ヒョウ柄。もうここまでいったらもう気がついたね。これ伸びるね、伸びる靴紐って書いてますよね。そう、まだ靴紐があったんですよ、100均に。これをね、あのマスクはもう作って置いてあるんですけどね、マスクはこうやってね作ってあるんですけどね、この平ゴムがなかったんでね、今回その平ゴムに変わるものを探していたら、伸びるね、伸びる靴紐がありました。ほんまに伸びるんかなと思うでしょ。やっぱ伸びるって書いてあるから、こう握るわね、ビヨーンビヨーン、こんだけ伸びたらね痛くないしね、うん、これをね早速この平ゴムね、見えるかな、こうね、あ、落ちたよいしょ、この平ゴムに、白い平ゴム、普通のね、これに変えてみたいと思います。じゃあ頑張って変えてみます。はい、おしゃれな赤いゴムをつけてみました。よいしょ、うん、どうかな、こんな感じ、こんな感じ、よいしょ、こっちが、よいしょ、どうですかね、こう赤のね、こっちもつけてみました。こうね、このこういうのおしゃれやね、こうで、こもう一つはゼブラ色のゴムね、またよかったらね100均に売ってると思います。この動画アップしたら多分なくなってるかもしれないんでね、早く行ったらまだあると思います。では次回の動画で会いましょう。バイバーイ。